ジーノロート、ジーノロート、ジーノロート、1956年6月30日から2018年2月5日は、ドイツ出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、作家。主に、ハードロックの分野で活動し、ロックバンド、ジーノの主催者としても知られる。ソングライターとしても非凡な才能を発揮し、日本でも高い評価を得た。実刑は、ギタリスト、ウリ、 ジョン・ロート、元スコーピオンズ。活動の歴史は、ジーノ・ロート、ジーノ・ロートと、ウレリトゲン、ダイ・リートガン、ゲン、フェア・ウォーニングが1970年代の初めに、ハノーファー、ハノーバーで、彼らの最初のバンド、ブラック・エンジェルを結成したことで幕を開ける。クリーム、イエス、ジミ・ヘンドリックスなどのクラシック・ロック・バンドから、多大な影響を受けた二人は、 大学に通いながら何年間か、共に演奏を続けていたが、1977年に、ブラックエンジェルは解散。その後、ウレリトゲンは、ジーノの兄、ウリー、ジョン・ロートのプロジェクト、エレクトリックさんに、ベースとして参加。その3枚のアルバムでベースを担当することになる。1980年に入り、ジーノ・ロートとウレリトゲンは、再び活動を共にする。そしてこの頃、 バンドの方向性が明らかに新しいものとなる。ジーノによれば音楽がメロディ主体になり、これまでの楽曲以上に強いボーカルラインを持つようになった。日本のギターだけでなく、キーボードやバックグラウンドハーモニーなどの要素も加わったし、とにかくこれぞ自分たちの目指すものというサウンド形式が始まった。リードシンガーとしてマイケル・フレクシグが加わったことで、 ハードロックバンド、ジーノの骨格が出来上がる。この三人で非常に完成度の高いデモトラックを制作。これが英国の EMI、EMI UK の目に留まり、当時の新人としては、その契約金の高さで、破格のレコードディールへと結びついた。ジーノロートの名前でもある。ジーノは、ギリシャの哲学者で、ストイシズム哲学を築いたゼノン、ジーノ・オブ・シーティアムに由来する。 ゼノンの哲学は論理学、自然学、倫理学に散分され、これらが融合してストア哲学を形成する。自然に従って、生きようがゼノンとストア派の柱となっている。ギリシャの哲学者のスピリットを受け継ぎ、ジーノ・ロードは音楽のみならず、文才も至るところで発揮している。ファーストアルバム、ジーノが1986年に発表された後、 当時の音楽シーンがメロディアスロックには好意的でなかったことも手伝って、彼は分泌活動に専念している。ゼノのパートナー、ウレリトゲンは旧バンドを再編し、フェアウォーニングを結成。1993年の来日公演後に過去の縁もあり、日本でもゼノのファーストアルバムが再発された。未発表曲を集めたジーノロジー、ジーノロジーは、 1994年にゼロコーポレーション、当時からリリース。1998年にアルバム、リッスントゥーザライト、リッスンツーザライトが発表された。その後、創作のために、しわしの沈黙を保ったジーノは、2005年に再び、未発表曲を集めた、ジーノロジー2、東芝 EMI を発表。そして2006年9月6日、前作、リッスントゥーザライト、 リッスン・ツー・ザ・ライトからは8年ぶりとなる新作、ランウェイ・トゥー・ザ・ゴッツ、ランウェイ・トスゴッツを発表。ボーカルをマイケル・フレクシグからマイケル・ボーマン、マイケル・ボルマンに変更された。ジーザスを信じるのに、クリスチャンになる必要はなく、ブツダを信じるのに、仏教徒になる必要はない。ヒンドゥー教徒にならずとも、古いインド哲学の多くの思想を信じることはでき。 宗教家になることなく神を信じることができる。そして、利己的になることなく、自分を信じる。I believe in Christ, without being a Christian, I believe in Buddha, without being a Buddhist, I believe in many concepts of the old Indian, religions, without being a Hindu, I believe in God without being, a religious in a formal sense. I believe in myself without being, selfish. 未来は我々の手の中にある。いくつもの暗い時代を越えて、再生と希望は子供たちと共にやってくる。子供たちはこの世界に光を持ってやってくるのである。The future lies in our hands after times of dark reverse will follow and new hope will come with the children, they bring the light to this world 可能性を限定してしまうのはあなた自身なのだ。自分自身の肉体を超えてみると内包されていた未知の感覚を感じることができる。our senses are limited only to the extent that we limit our selves transcend the merely physical aspect of your existence and your inner senses will grow. 自分自身の内なる声を聞け。他の声には惑わされるな。Do not follow anyone but the voice of your own true self.Electric s u n Velvet Viper. 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。